ジョシュ・フェルプスはアメリカ合衆国アラスカ州アンカレッジ出身の元プロ野球選手。1996年にドラフト従順目でトロントブルージェイズから指名を受けプロ入り。プロ5年目となる2000年6月13日にブルージェイズでメジャーデビューを果たした。しかし出場機会に恵まれず2000年はわずか1試合のみの出場となった。 メジャー2年目となる2001年も結果を残せず、早くも正念場を迎えることとなった2002年だったが、74試合に出場したフェルプスは、300を超える打率に加え、15本塁打をマーク、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票で6位に入った。翌2003年は、右投手に弱い弱点があるため、119試合の出場に止まったが、20本塁打をクリアし、 パワーヒッターとしての才能を開花させた。しかし、その後は成績が低下傾向を見せ始め、2005年を最後にメジャーリーグでの試合に出場できなくなった。しかし、2006年にトリプル A で打率、308本類打24本、打点90打点という好成績をマークし、2007年は再びメジャーに昇格してプレーすることになった。 ヤンキースでは、左打ちのダグ・ミント・ケビッチとファーストのポジションで、併用される見通しだったが6月16日に、ピッツバーグ・パイレーツへ移籍。パイレーツ移籍後は、小1塁手にアダム・ラ・ロー手がいるため、主に代打や1塁や、保守の控え要因としてプレーした。そんな出場機会の少ない中、打率、351.5本塁打、19打点。 オプス1.112をマーク。2009年はサンフランシスコジャイアンツ参加。2010年はクリーブランドインディアンス参加のマイナーに所属していたが、2011年はイタリアンベースボールリーグのリミニベースボールクラブと契約した。ありがとうございます。